勝利で終わることができました。なっちゃん、沙織ちゃん、本当にありがとう。本当に、こちら一時期どうなることかと思ったけど、沙織ちゃんがあの時助けに来てくれて本当に救われた。なっちゃんもいつもそばにいてくれてありがとう。なんかリングは本当に繋がってるんだなってすごく今運命的なことを感じてる。え、沙織ちゃんはさ、デリシャスっていつになったらやってくれるの？私はコズミックエンジェルズに入ったってことでいいんかな？そうだよ。そう思ってたよ。あ、そうなの？え、そうじゃないの？え、なんかそういうのなかったからどうなのかなって思って。入ってた？入ってる。あ、そう。メンバーだよね。仲間だよね。仲間。仲間だよ。だって支えてくれるって言ったよ。言ったな。支えるって言ったな。じゃあ改めてコズミックエンジェルズのあの沙織です。いいんだイエーイ。じゃあやろうよ。やるいくよ。私たちもあなたたちもデリシャス。うん、まっやった。やってない。やった。やってない。またやる。オッケー、今日もありがとう。ありがとうね。うまっ。うん、バイバイ。何それ。沙織ちゃん、はいはいはい、久しぶりにあの子に会ったけどやっぱりいいよね、あのギラギラ感がさ。宇宙一きらめくスターダムの最高峰、5月27日東京大田区総合体育館。スターダムの激流に乗れるのは明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。次世代のスターを発掘するシンデレラオーディション2023の開催が決定。スターダムのリングで輝きたい新人を大募集いたします。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。